ミスジハコガメは、ハチュコウカメモクイシガメカハコガメ属に分類されるカメ。中華人民共和国、カンボジア、ベトナム北部、ラオス最大高潮21センチメートル。オスよりもメスの方が大型になる。背後はやや扁平で、上から見ると卵型。シーカンパンとアバラカンパンに、あまり発達しない筋状の盛り上がりがある。後部ブエンカンパンの外縁は尖らない。 廃校の色彩は、大色や、赤褐色、褐色で、キールの周辺には黒や暗褐色の縦縞が入る。復興は楕円型で、左右の甲換板の間に浅い切れ込みが入る。復興の色彩は黒や暗褐色、喉乾板と肩甲板を除いた外縁は、黄色や、炭鉱色。頭部はやや小型。粉炭はやや突出するが、上顎の先端は、 針状に尖らない。頭部の色彩は黄色や暗黄色で目後部と後頭部に黒く縁取られた楕円形の褐色斑が入る。指跡には水かきがやや発達する。獅子青の色彩は赤褐色や大色。卵は長径4から5.5センチメートル、単形2.4から3.3センチメートル。容体は第2、第3。 アバラカンパンに細いくさび型の反紋が入るが、成長に伴い反紋がつながり縦てじま状になる。オスは、復興の中央部が、やや凹むことがあり、左右の股間パンの間の切れ込みが幅広い。メスは、復興の中央部が平坦化、やや突出する。分子系統学的解析では、黒原箱亀、小金箱亀、シェンシー箱亀と単系統群を形成すると、 考えられている。低質が泥で、水性植物の繁茂する沼地、湿原、水田及びその周辺の森林や草原、標高50から400メートルにある水の澄んだ小型河川やその周辺などに生息する。半水性ないし半陸性で、陸上でも水中でも活動する。溶体は水性傾向が強い。植生は動物食傾向の強い雑食で、 昆虫、甲殻類、巻貝、魚類、両生類の養成、水生植物、果実などを食べる。幼いネズミを食べる例もある。水中でも、陸上でも採食を行う。繁殖形態は卵生。飼育下では、春季から秋季にかけて、交尾を行うが、夏季は交尾を行うことが少ない。飼育下では5から7月に1回に1から12個の、 卵を年に1回だけ産んだ例がある。卵は無加温で80から90日、摂氏31度の環境下で67から68日で孵化した例がある。飼育下ではオスが生後3から5年、メスが5から7年で生成熟した例がある。中華人民共和国では食用や薬用とされる。中華人民共和国では開発による生息地の破壊。 水質汚染、食用や薬用の乱獲などにより生息数は激減している。国内の生息数が激減したため、ベトナムなどから密輸を行い、近隣諸国でも生息数は激減している。ペット用とされることもあり、日本にも輸入されていた。飼育か繁殖個体の幼体が少数流通する。アクアテラリウムで飼育される。飼育かでは配合飼料にも得ずく。 動物質の実を与えた個体は変色して、植物質や配合飼料を食べなくなることがあり、体型が崩れたり、最悪の場合は命を落とすことがある。発情したオスは、他個体に噛みついたり交尾を迫るため、基本的に単独で飼育する。ありがとうございます。